お聞きの放送はラジオ関西です。午前0時になります。広野勤の走れタコ。この番組は小林明の歌真似をすれば世界でも3本の指に入ると括弧自称括弧笑いという私広野勤がいくつになっても青春やでと元気印の仲間を引き連れ今宵さっそうと勢ぞろい。まずは深夜の語り部三浦深夜、そしてイケメンどころかつけ麺短麺チャーシュー麺、歌うコメディアン諦め節の広野勤。さてつながりは演歌の城下松川翔子、若きパワーのカルロッタ、さらに美しい鶴一羽、当番組の看板娘青木香。さてさて今夜もようこそゲストの皆さん、もちろん聞いてくださっているあなたもあなたもタコ仲間、ワイワイガヤガヤ楽しさ満杯。火曜の夜はみんなで一緒に夜更かししましょう。歌って笑って走れタコ。この番組はなにわテクの株式会社、株式会社快適人生、各社の提供でお送りします。苦節30年防水工事一筋のなにわテクの株式会社、大きなビルから小さなベランダの防水工事まで全てお任せください。社長一言。私も現場に出ているんですよ。きめ細かで丁寧な仕事だから評判が広がっていくのですね。そうなんです。心を込めて工事をさせていただいています。見積もりはもちろん無料なんですね。はい、無料です。無料見積もりのご相談はまずお電話で 06-6327-9992 06-6327-9992。 防水工事のなにわテクの株式会社、お電話お待ちしております。はい、皆さんこんばんは。カルちゃん、はい、それはそうとね、はい、ハリウッドの大スターって言ったら誰を想像する？誰でしょう。もう見不審やったら分かってるね。ゲリー・クーパーな、ね、ジョン・ウェイな、ラッキー君、それかあとエリザベスって、あ、ね、綺麗な、この間ねテレビでエリザベスってやってはった。あ、そうですか。うん、イギリスの出身の女優さんで、愛称はリズ、ね、はい、うん、1932年2月27日生まれ、うん、ね、サルドシやこれ。あ、サルドシやね。サルドシや、サルドシや、そうですね。すごい美女や。美女絶世の美女、ね、クレオパトラっていう映画ね、やっぱあれね、うん、緑のなんとか緑園の天使かな、ね、緑のね、あれでデビューしたんですね。可愛い、綺麗ね。でもあの人が基準になっていろんな美女ね、はい、うん、あ、素晴らしいね。なんか婚約するとかせんとか言ってね、テレビでやってたんや。あ、またですか、うん、またですか。で、婚約しないのはあの離婚するでしょ、それはなぜかというと潔癖症やでね、うん、私は浮気はしない、あ、きちっと筋を立てて別れて、うん、別れての、うん、はい、ようこそいらっしゃいました太陽国の西脇さん。西脇さん、はい、今月1ヶ月ずっともうここで、はい、滞在、滞在で、うん、はい、滞在や、はいはい、はい、じゃあ聞いてもらおうかな、はい、エリザベス・テイラーも真っ青になる曲があるんです。走れタコ。
倉庫のもう話さないわ。皆さんこんばんは、日本クラブの松川翔子です。ひろのさんこんばんは。はい、こんばんは。約束通り連れてきてくれましたね。今日はね、お店からどの方をと思ってちょっと厳選して、うん、はい、とっておきの方を連れてまいりました。歌の上手だ。そうなんですよ、私をちょっと脅かしかけた。そうですよはい、佐々木紀一です。はい、のりかずさんの珍しいこれね、のり。そうですね、かずいうのがね、普通あののりかず、はい、1本とか1000円でね、3って書いてかずないよね、はい、あの三男坊で3がつけられたみたいですね。そうだ、はい、1本も2本も3本も数のうちってやつ、うん、なんかひばりさんの歌が好きだって。中学での頃から、ああ、ええ声してるしね。そうですよ、低音のすごくいい声されてますよ、はい、なかなか上手、うん、ああ素晴らしいよね、うん、まあ、歌の方でだいぶ女性の方も泣かされてるみたいで、過去に、ほんまに、はい、泣かされた方ですねそれは私や、私はもう泣かされっぱなしやけども、そうですか、はい、素晴らしいね。そうですね、じゃあその素晴らしい松川翔子の歌を、はい、聞いてください。もう話さない、もう温かさ私のものです、もう離さない。「くれあいの」